4月16日と17日の2日間、いなべ市梅林公園内にある山テラスで、第2回ワンテラスドッグ&アウトドアマルシェが開催されました。これは去年7月にオープンしたドッグラン付きアウトドア施設山テラスが、愛犬家の皆さんの期待に応えようと開いたものです。たくさんの犬種が見られた会場では、愛犬と楽しめるおしゃれなアウトドア用品の販売が行われたほか、保護犬の譲渡会もありました。新たな家族との出会いを楽しみに訪れる人も多く、2日間で数匹のワンちゃんの里親が決まりました。またプロカメラマンによる撮影会のブースもあり、可愛いワンちゃんがより可愛く、そして躍動感のある写真が皆さんに喜ばれていました。出来上がりを楽しみに待っていた男性は、スマートフォンではなかなか撮れない表情を捉えてもらいました。玄関に大切に飾りますと笑顔で話していました。この他にも愛犬家の心をくすぐる手作り服やアクセサリー、素材にこだわったおやつが並び、来場者を楽しませます。またお気に入りのハーネスやリードを見つけ、そのまま身につけていくワンちゃんや、漁師手作りの試食用鹿肉ジャーキーを美味しそうに頬張るワンちゃんの姿も見られました。そしていなべ市の農産物の販売や特産品コーナーなども設けられたほか、お昼にはキッチンカーがにぎわい、皆さんのんびりと愛犬との憩いのひとときを過ごしていました。県内外の来場者に毎回大変喜ばれるこのワンテラスドッグ&アウトドアマルシェ、ワンちゃんグッズやキャンプギアなどが当たるプレゼント抽選会も好評で、今回もたくさんの人が楽しんだそうです。次回は6月12日に開催される予定です。